皆さん、ここが私の紹介するお宿なんですよ。いいでしょ。綺麗です。いや、本当にすごいいい宿なんですよ。本当にいい宿なんですか。はい、もちろんおもてなしがすごいです。うん、だから竹してくれます。はい、わかりだ。はい、よろしくお願いします。あそこすごい歌劇が見える、ね、楽しみ、うん、ね、お風呂見に行かない。あ、お風呂ね、すごいすごい、うん、部屋のお風呂どんなんかな。お風呂よ。いや、すごい、すごい、すごい、なんか楽から温まるよね。いやー、かわいい。見て見て見て、この雪だるまさんだよ。なんか入ってんのね。ね、うん、あ、おいしい、おいしい。今から記念撮影の方させていただきます。はい、はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとうございます。神戸牛よ、おいしい。うん、うん、おいしい、柔らかくて、うん、うん、すごい、すごい、すごい、杉山の杉山の神戸牛。2月の寒さが来ましたね。本当に神がおいしくて、で、こういう黒いのついてるのがね、本当にね、あの、神がおいしい証しな。安い、うん、じゃあ、ちょっとお店に行っちゃおう。うん、美味しいでしょ。すんごいまろやか、うん、おいしい、うん、これで満足。だんだん喋られへんでした。大満足です。あの従業員の方 の対応がすごくよくって、気持ちよくお宿に泊まることができました。
お部屋も素敵で、お部屋に露天風呂がついててね、バラの花を浮かべていただいてて、もうそれがもう入っていない時に見ても素敵で、とっても雰囲気が良くて楽しめました。じゃあ満足度は100点満点です。